中国当局はここ2、30年の間、経済発展のために環境や資源、特に水資源の破壊を代価にし、長い間国内外の専門家の非難を浴びています。習近平と李克強の新指導部が就任後、まず解決すべき問題は中国の飲用水問題であるとの指摘もあります。中国の水問題の起死回生は果たして可能でしょうか？報道をご覧ください。11月23日、米国ケーブルニュースネットワーク CNN のウィークリーコラムが、習近平が行うべきことの一つは、中国の飲用水問題の解決であると指摘し、再度中国の水資源問題の議論を引き起こしています。コラムの作者、ハイメ・フロークルス氏と専門家グループがこの話題について討論を展開、中国の水資源は極端な浪費と生態破壊の問題に直面しており、新しい指導者が早急に解決すべき問題の一つであると指摘しています。中国ウォッチャーの大勢さんは過去30年間、中国の官僚も口先では環境保護を唱えていると指摘します。しかし、環境と資源保護には莫大な資金が必要で、GDP の増加や官僚の政治業績にはつながりません。実際、本当に環境保護を重視する人はおらず、その上、環境や資源の所属が不明確なため、先に手をつけた者、大きな権力を持つ者が無償で使っていると示します。只要中国的这个政治体制、经济体制和民众不能够有效的监督当局、这个体制不变的话、那么受害的放在第一位的永远还是资源、还是环境。所以那时候很多人对中国的政治改革、中国的未来既有很大的希望、我是非常悲观的。就算18大或是19大上台、但是中国的环境和资源已经很难支持了。CNN の報道は、中国の急速な経済成長は環境が代価になっていると再度指摘しました。中国共産党の官僚も確かに水資源問題の解決法を探しています。例えば今年4月、北京では中国水資源管理制度建設恒久円卓会議が開催されました。しかし、地質水利専門家ハン・ギョウさんの分析によると、中国の農業灌漑は灌水灌漑を主とするため大量の水を消費しますが、大部分の農業生産地区の降水量は湿潤または比較的湿潤の地区に属しているため水不足ではないと述べます。但是因为我们这种对水资源的利用它还是一种比较粗放的模式，按照这种粗放的模式去扩大这个灌溉面积，当然它会导致这个水资源的不够用。现在中国的无论是工业、农业或者居民生活用水的消耗水的指标都是很高的，就是高于世界的平均水平的。所以现在导致很多水资源短缺的现象，应该说它还是由一种人为的原因造成的。さらにここ十数年間で中国の都市は急速に拡張されています。ハンさんは多くの工業開発区では水とエネルギーを大量に消費する工業プロジェクトに着手しており、すでに経済の通常の発展を超えていると指摘します。或者叫环境容量和水圳容量所允许的这么一种可能，一种不切实际的所谓的那种发展，当然就是它是以这个环境为代价的，可能少数人会获益，但是对整个社会大多数人它是不会带来什么好的利益的。報道によると、中国の国家発展改革委員会の都欧副主任も自身の文書の中で、中国は水資源が不足しており、用水効率も低い、依然として伝統的な需要によって供給を決める方法で、供給と需要のバランスを図っているが、これは現実的でなく、経済の法則や科学的発展観の要求にも合わない、と述べています。ハンさんは、中国の水資源問題の根本的な原因は、中国共産党官僚の思考の筋道と理念にあると指摘します。1949年以来、中国が水利プロジェクトに投入した財力と資金の規模はかつてないものでした。しかし、このプロジェクトは単に工学的手段を使用して水資源を移動させるもので、限りある水資源で自然に適合した秩序ある科学的モデルを発展させるのではないのです。中国の水資源はもはや目先の利益のみを追求する共産党官僚の盲目的な発展需要を満足させることはできないのです。新唐人テレビがお伝えしました。新
到妈妈被打。对，现在来说的话，为什么我们在国际的谈判？中共当局关心我们的。有人说他是专制组织的，政府明显是大于加法。